はい皆さんこんにちは、えー、玉木唯一郎ですいつも玉木チャンネルご覧いただきありがとうございますさて今日はですね、えー、選挙エコノミーというちょっと新しい言葉を作りましたのでこれを解説したいと思います玉木チャンネルこの選挙エコノミーの前にそのちょっと前提となる概念としてアテンションエコノミーっていうのをちょっとまず解説したいと思うんですこれ時々皆さんも聞く言葉かもしれませんまあ またカタカナばっかりなんで新馬管理事長に怒られそうですけどもアテンションっていうのはですね「アテンションプリーズ」「アテンションプリーズ」っていうのは注目ですね注目をもとにした経済経済学っていうことなんですが人々の関心や注目を集めた方がそれが経済的利益が大きいことを指す、まあ、経済学の概念ということで最近よく言われます。でこの SNS の普及がこれれを助長してていいるとも言われていますねでまあ分かりやすく言うとですね結局 YouTube に何かですねこう過激なものをあげてとにかく注目さえ浴びればですねそれでえ視聴者数視,視聴数を稼げますからチャリンチャーにお金が入りますよね。X でも一緒ですけどもあの昔だったらですね例えば何だろうな幸せの,あの指標としてねお金がたくさんあるとか。 あるいは友達が多いとかっていうことなんだけど今は例えば、まあ、若い人だけでもなくていいねの数とかあるいはインプレッションが多いとかっていうのがもう多分幸せのこう一つの指標になってると思うんですよ。何でかっていうと、ね、だってそのフォロワーがめちゃくちゃ多い人いわゆるまあインフルエンサーっていう方はそのフォロワーが多いと。 あるいは常に何か投稿したらもう絶対その何千と何万といいねがつくっていう人はもうそのこと自体が経済的価値じゃないですか。だからそういう人に商品の宣伝をお願いするということになるとお願いした側もですね経済的利益を受け取ることができるということでやっぱ関心とか注目っていうことがネットを通じて経済的利益金銭的価値にこう直結するようになっている。 で繰り返し申し上げますが中身はともかくですよ。中身はともかく。で、すで私はこれ選挙エコノミーというふうにまあ名付けたのでもう,もうちょっと何かいい言葉あってもいいんだけどこのアテンションエコノミーがそのまま移行したような形でですねある種の経済活動や経済圏を生み出していると。で、選挙に出ればです、ね、公的な広報メディア例えばポスターとか政権放送などに 露出することができますでこれはもちろん供託金を払わなきゃいけないとか一定のですね金銭的な最初の持ち出しはあるものをですね例えば NHK で政見放送してくれたりですねポスターをその何千箇所何万箇所貼るのはこれあの税金でやってくれますから貼るのは自分でしますけどあの場所をですね設置してくれたりあるいは政見放送のですね NHK の中で流してくれるのはあれ取ればですね 全部流してくれるんですよつまり露出ををででですすねねきるるという権利を得られるわけです、ね、この露出をですねまさに注目関心に変えそしてそれをさらに金銭的価値に転換することをですねこう意図的にかつ巧みにやるようなことが今どんどん行われ始めているとこれがね本質なんだと思うんです。で多分政権放送とかねポスターでもかつてもですね なんかこうへんてこなことを言う人はいっぱいいましたけども問題はそれをもう一回動画に撮ってそれでネットに載せて拡散するっていうことでその本体そのものよりもそれを見逃したでも面白いなんか政見放送やってた例えばそのあの服を脱ぐとかね一部あの今回もありましたけれどもでそれ例えば私も NHK で見たんじゃなくてそのことをネット記事やあるいは 動画で見たんですよねで。そこがまたぐるぐる回ってるわけですよ。で、そう回ればですね、それを乗っけた人にチャリンチャーにお金が入るんですね。その X だったらインプレッションを稼げたら、それでお金がチャリンチャーに入ると。これね、おかしいってみんな言うじゃないですか。おかしいことが大事なんですよ。つまり、関心や注目を集めると。中身はともかくですよ。中身はともかく関心や注目を集めるということは、できるだけおかしいことをした方がいいんですね。ポスターを独占するとか。 で今回はそのこれを金銭的価値に転換するということで言うと一応に分かりやすくやったのはポスターをいっぱいですね同じ政党人間が出て閉めてこのポスターのー面積っていうか場所をですね売りますっていうねこれも分かりやすいこの金銭的価値に転換する方法を使ってるわけですよでこれがですねまず候補者本人や陣営が行う場合ですねで私は今回さらに注目したのはですね まあ、あえて第三者と書きましたけれども全然陣営とは関係ない人がですね選挙を使ってお金を稼げることがですねかなりできるようになってきていると例えばですねまあちょっと名前あえて出して言うと今回都知事選挙で主要候補になったあの、まあ、主要4候補だって言われて出てくるようになった石丸候補いますね。でまあ秋田田市長して、まあ、非常に過激な発言でも、まあ、注目を浴びてきた人ですけれどももともと、まあ、YouTube なんかには親和性があるとでその石丸候補がですね演説してるところをですね頼まれてないのにですね撮影に行って自分で編集して加工してアップしてる人はいっぱいいると思います頼まれるわけでもなく撮ってですねで自分のサイトなんかにあげて回ればですねそこでチャリンチャリンお金が入るんです例えば候補者本人が選挙中にお金を払ってですね動画のアップを頼むと これは選挙違反ですいわゆる運動員っていうふうにですねこの投票を具体的に呼びかける行為をする人に対して支払うことができる日当とか全部決まってるんですね。今私は申し上げたのはこの切り抜き職人、ね、ちょっと前までは例えば日本保守党であるとか参政党をですねあの取ってあげたらですねぐるぐる回るので喜んでそういったところに行って人たちが今はですね石丸候補を切ってあげたらですね 回るるといっってそっちに来てる人も結構いるんですねでその人が勝手にあげてでもっともっとあげたいからバイトをですね募集して雇ってここに金銭を払うことはこれは違法ではないんですよ。でそれでまたたくさん動画がいろんなところに上がっているとみんな見るようになるのでそうするとますます本人に注目が集まってで切り抜くことであげることでまたそれがですね収益につながっていくというこの選挙というですね 一つのこの注目を浴びる機会を生かしてそれを金銭的価値に転換する手法が SNS の発達によってかなりですね出てきてるんじゃないかと。まあ、今回の選挙には間に合いませんけれどもやはりこの SNS の普及を伴って選挙エコノミーっていうことが現に行われ金銭的価値にですねいろいろ転換されていくということを前提とした新たなルール作りということも必要なのかなと思いますね。 今日はですね、えー、東京都知事選挙また先般の補欠選挙、ね、いろんなことがありましたけどもそういったものを踏まえて最近選挙エコノミー結構出てきてるなということで解説させていただきました。それでは、まチャンネル登録お願いします。